はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、久しぶりに鷹の目さんの蒲田店さんにね、お邪魔しております。というのも、こちらのねお店は僕も何度も動画で紹介しておりまして、二郎系のお店なんですが、今回ね、4月限定かな、ジェノベーゼというおしゃれなね洋風なまぜそばが発売されたということで、本日はねそちらの限定メニューをいただきに参りました。一応ねもう注文の方は終わってるんだけど、今回ね麺量が茹でる前で 1.3キロ、久々にねちょっとでっかいすり鉢で混ぜそばいただいていこうと思いますので、料理がね到着するまでもう少々待ちたいと思います。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、いきます。ということで、ただいまねメニューが到着いたしました。僕でもね久しぶりのこちらすり鉢のメニューでございます。上から見ていただくとこんな感じでございますね。でこちらの無料トッピングなんですけれども、注文の際にはですね、ニンニク、油、唐揚げ、ガリマヨに粉チーズが選べるということで、今回はねもうすべてトッピングだったりとか、こちらの無料トッピングに関してもお任せでおすすめでお願いいたしました。今日はねまだ何も食べておりませんので、めちゃめちゃ空腹でございます。早速ねいただきます。でこれね見ていただくと分かる通り、もうねジェノバソースがこれしっかりと染み込んでおりまして、またねこれねポテサラが乗ってるんですよ。これがね普段とはねちょっと違ったメニュー構成になってますね。麺の方にもしっかり味付いてますんで、まず一口目はねこれ混ぜずにいただきます。うんま、めっちゃうまいわ。しっかりとねこのジェノバの風味効いてるし、これがこの二郎系らしいジャンクな味わいに全く邪魔してないんですよ。おしゃれ系とジャンク系だったから喧嘩するかなと思ったんだけど、一切そんなことないです。めちゃめちゃうまい。うん、またねこちらの鷹の目さんのチャーシューもね相変わらず絶品でございます。ポテサラをそのまんまで、うん、一旦レモンだけかけまして全部ね具材混ぜていきたいと思います。あ、すっごい、これ見た目がもう二郎系じゃないよね。混ぜ切ると緑がめちゃめちゃ色鮮やか。混ぜた方が美味しいわ、やっぱり。うん、ポテトサラダのおかげでまろやかさが増すし、ニンニクのねガツンとした感とか、全体的なねこのトッピングの味のバランスがものすごくいいです。ちょっといろんなね鷹の目さんの限定いただきましたけど、群を抜いて好きかも。うん、これね思いのほかポテサラ混ぜると結構ね塩分が抑えられちゃうんで、ちょっとねこの卓上の返しを使って味をね少し濃くしたいと思います。うん、うん、あーちょうどいいバランス。普段の二郎系ラーメンを食べてカロリー摂取するのは当たり前なんだけど、こういったねおしゃれなものでカロリー摂取できるのはやっぱり普段にない幸せ感があるわ。むしろ背徳感。うん、
そしたらそろそろね、これ器に入っておりますこのレモンを使って味変をしていきたいと思います。めっちゃ合う。このレモンの味変は絶対した方がいいわ。ポテサラがあったりとかね、もちろんトッピングに油もあるので、最初からってよりかはちょっと重くなってきたなって思った時に爽やかにするためにね、中盤後半でレモンを絞るのがちょうどいいと思います。これね、鷹の目さんなんですけれども、注文する際に麺の柔らかめとか固めとか指定ができるんですが、ジェノベーゼはやっぱりパスタっぽい味付けなので柔らかめにして生パスタ感をこう際立たせるとよりね相性合うと思います。やっぱ僕もこれ食べててちょっと時間が経ってきて麺がね柔らかくなってきてからがなんかね最初よりもよりなんかこうマッチするなと思うんで、ぜひね皆さんもこの柔らかめお試しください。そしたらちょっとねこの辺りで卓上にございますこちらのブラックペッパーも追加していきたいと思います。ジェノバにブラックペッパー絶対合うからね。じゃあいただきます。うまいわ。もう具材もね残りわずかでございます。あとソースと味玉だけでございますね。そしたらねこれが最後の一口でございます。あー美味しかった。ごちそうさまでした。ということでね、ただいま鷹の目蒲田店さんのみで、4月ね限定販売しておりますジェノベーゼをこちらのねバカでかいすり鉢でいただいてまいりました。いやね撮影とかでも混ぜそば系いただくとき、最近はね最後のね底に溜まる部分油とか塩分がすごいから控えてたんだけど、今回のはねあまりにも好みすぎてこんな感じでもう綺麗さっぱりすべて完食させていただきました。今日ねちょっと撮影しに来ている日が、まあ、もう4月の半ばなんで、実際動画公開した場合、もうね販売期間はあんまりないかもしれないんだけど、まだね販売してるよと間に合った場合にはぜひね動画を見てくださった皆さんにもこちらのジェノベーゼ食べていただきたいなと思います。でもうね4年以上、もう5年近くね鷹の目さん通ってますけど、正直一番好きな限定メニューでございました。またね鷹の目さんにはもちろん限定メニュー以外にも通常のラーメンや混ぜそばなんかも絶品ですので、そちらのね通常メニューデフォルトメニューの方もお試しください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録コメント高評価お願いいたします。じゃあね。